ヘロー、化粧する。そしてアフレコする。そしてコメント返す。はい。いきなりコメント返すよ。ゆかピンクさんがいつも食べてるときに使ってるお箸は割り箸ですか？いい長さですね。割り箸じゃない。けどなんか普通に洗って使えるお箸だけど、なんか20本ぐらいがなんか入ってる。よく見るやつだよ。そんなに長くないよ。うん。私がちびすぎて長く見えるべきかもしれない。もしかしたら。で次、おいしいトマトの見分け方とかありますか？ない。こっちはね、なんか普通にスーパーとかで売ってる野菜とか果物とかで平気でカビが生えてるやつとかもなんかね置いてるわけ。ちゃんと見てないんだろうけど、だからトマトとかがパックとかに入ったらそれを裏返したりとかして、あのカビが生えてないかとか見る。あとはまあ色とかかな。なんか日本にいるときはこうなんかトマトだったらヘタじゃない、ヘタと反対方向のところ、なんていうの、お尻皮のところが筋入ってたら甘いとかなんかあるよね。とかなんかそういうのをなんか見てなんかちゃんと選んでた気がするんだけど、こっちはもう本当にカビが生えてないか腐ってないかっていうのを見てからあのね買うようにしてる。悲しいわ。次、温泉行きたくなった。私は箱根だと強羅温泉が好きです。強羅温泉一回行ったことある。あの強羅温泉のどこか忘れたけど、名前わからないけど、部屋にあのテラスのところにお風呂がついてるところ、超良かった。なんか部屋は和洋みたいな、畳もあるけどベッドもあるみたいな、そこはすごく良かった。なんかスパっていうかスパもあって、すごいなんかリラックスできた。本当に何もしないために行くよう な感じだよね、温泉って。ともう、いや温泉行きたい、温泉行きたいね。次、ゆかピンクさんに質問なんですが、私最近白髪が出てきてしまいました。前に動画で白髪があるって言ってましたが、どのあたりにどんな感じであるのですか？そしてその対処方法はどうしてますか？白髪染めはまだしてないですよね。ちょっと白髪コンプレックスになりそうなのでアドバイス欲しくて変な質問してごめんなさい。ね白髪まばらかな、今はもうまばら。20歳ぐらいの時とかはなんか固まってできてた。まあそれは多分ストレスなんだろうね、うん、なんかまあ会社やり始めた時ぐらいからやっぱ白髪は増えたね。まあ単純にそれははい、ストレスだったと思うけど、いや多分ね家系的に白髪家系なの。うちはハゲずに白髪になるみたいな、だからあんまり困ってはいないんだけど、いきなり真っ白になるんだったらさ、なんかもっと遊びがいがあるけど、パラパラ出てこられると困るよね。で私はもう20代の前半とか後半は白髪染めごめんね今日喉枯れてるよね。白髪染めと普通のカラーを半々ぐらいにしてもらうわけで、普通のカラーだったらさ白髪だけ浮いてくるじゃん。だから要はすぐ色が抜けるってことね。
で、それだと困るから、かといって白髪染めをするとその白髪染めって落ちにくいからさ、例えばその後3ヶ月ぐらい経って普通のおしゃれなカラーを入れようと思ったら入らないわけで、まあ、それも困るから半々にしてもらったりとかしてる。うん。でアメリカに来てからはそのやり方をしてないから白髪は目立つのね。だからなんか気になるとこだったら抜いたり切ったりとかしてる。うん。だからまあヘアサロン行って白髪染めと普通のなんかカラー剤を半々にやってもらうとちゃんと染まるよ。茶色色でも。はい。アドバイスになってたらいいけど。次、今日つけてるごっついブレスレットめっちゃ可愛いですって、白金の時のやつか。それはね、アーバンアウトフィッターズで買った気がする。すごい幅の広い太いブレスレットみたいなやつね。意外と重たいわけで、40ドルとかした気がする、50ドルとかした気がするけど、一応なんか黒のレザーの、黒の部分はレザーのところだからしっかりしてるのね。で細い腕の人にぴったりくる感じで、私はなんかすごいフィット感があって好き。今はもう売ってないかもしれない、もう何年も前だわ。次、ゆかピンクさんはクレンジングは何を使ってますか？今は無印のマイルド、マイルドオイルクレンジングみたいなやつ使ってる。でもそれをアメリカの無印で買う前は、マジックソープの石鹸、ローズで洗顔、クレンジングっていうか顔洗ってる。だからすごい濃い化粧の時は2回その石鹸で顔洗ってるって感じ。今はその無印のマイルドオイルクレンジングだけ、ダブルクレンジングしてない。だからちゃんと取れてるのかどうか不安だよね。そうなんですよ。あ、動画めっちゃブレてるよね。これ超ブレてんだよね。ごめんなさい。なんかね、照明の方にね、ピントが合ってるよね。本当これどうにか考えないとね。いつもボケてる。もうコメント戻っちゃう。チョーカーかわいい、どこのですか？白髪の時のやつね。それね、フォーエバーと言っては、あの二重のやつでしょ？あの、いい、うん。なんか三角みたいなのが一個一個ついてる黒い紐と、あとは鎖のやつね。そう、それフォーエバー21で、同じくその時に着てる T シャツ、ジャスティデって書いてある T シャツ買う時に買った。で、しかもそのチョーカー2本あるじゃん？それ、1個ずつ止めれんの、後ろで。だから、あの、バラバラでも使える感じ。今売ってると思うよ。だってつい最近買ったから。やっぷー、やっぷー。次。私も古着屋さん好きで、セカンドなんちゃらって店で安くて使えるのを買い漁ります。どうせ来年着ないし状態いいなら OK みたいな。旦那に中古好きやなって言われますが、旦那バツイチなんで旦那も中古やしなって笑い話にしてます。めっちゃいい夫婦やね。旦那も中古やしなとか笑い話にできるって相当いい関係じゃない？そういうのいい。そういうのいい。うん。大きくうなずいておる。そういえば、ゆかピンクさんの影響で私も松江区復活しました。影響されちゃうよね。
まだね残ってる松江区けど多分なんかまあ本当に気づかないうちに少しずつ取れてってんだろうねって感じ。そうでもなんか3週間ぐらいしたらさメンテナンスしたどうぞみたいな感じじゃん。もう少ししたらもう私3週間経つんだけどさ、もうやった方がいいのかな。どのぐらいまで残どのぐらい残ってたらいいの言ってること今からね。だから今のさ私のさこのさ松江区この量ぐらいだったらまだやんなくていい面って微妙なんだよね。まあ確かにどこ向いてんのっていう感じにはなってるんだよね。だからあのマスカラ塗ってはい皆さんこちらですよみたいな感じでするわけ。ちゃんとメイクするときはね。だからこの動画のときもさマスカラ塗るんだけどさ、マツエクしたのがもう久しぶりすぎてどのぐらいの感じでメンテしていいかがちょっとわからない。どうしたらいいと思う？本当困っちゃうよね。そうなの。どうしようかな。あ、今週髪切りに行こうと思うから3ヶ月ぐらいかなほったらかしてて、で前回まあ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 というかおっぱい隠れないぐらいの長さに切ったの。結構なロングからで、まあスーパーロングがロングになったぐらいので、意外とそれ扱いづらかった、扱いやすくてさ結構短くてもそんなに癖出なかったなぁとか思いつつ、もうちょっと行ってみようかなと思ってんの。ぐらいまで切ったら癖毛大丈夫になるかな。だから鎖骨ぐらいとかさ、肩にかかるかからない、あーかかってるけど、あーかかって跳ねてるぐらいとか、いろいろ試行錯誤。まあ、バサバサしても OK な髪型にはしたいと思うんだけど、あとカラーもね。そうこれお楽しみだね。私もどうなるか分からない。いつもこうしようってイメージして言ってるわけじゃないからさ、もうそのスタイリストさんにもうほぼほぼ提案してもらって、じゃあそれでって言ってやってもらうみたいな。だってもう結構黒いしね、まあ、前回根元染めなかったからね、あのオンブレヘア、グラデーションヘアみたいな感じで、根元らへんはあんまりなんか明るい色持ってこなかったから真っ黒だよね。そうなんかそれはそれでそれこそ白髪が見えたりとかするしさ、なんかこうやって後ろで結んでるとね本当に真っ黒の人みたいだよね。もう染めた方が毛質は良くなる気がするんだよね。なんかねくせ毛っぽくなっちゃう染めないと。はい、今からこの人多分ね、マスカラします。マスクが気になっちゃった。そう、このぐらい今残ってんのよ。まだメンテしなくていいかなってちょっと若干思ってんだけど。どう思う？これは、70本やったのが2週間半ぐらい経ったらこれこんな感じ。新曲はねどうだろう。
マッチングしてる人、してた人、意見求む、ちょっとど素人でわからなすぎるわ。そう、はい、完成。じゃあね、次の動画で、バイバーイ。